まあ、明治座が毎日あのステージ立たせていただいておりますけれども、はい、ここからまた、新曲も出ますし、そのためのキャンペーンも続きますので、皆さんとお会いできる機会がまた多くなると思います。ぜひ、いろんなところに足を運んでいただいて、僕たちの新曲の応援もぜひしていただきたいと思いますけれども、さあ、お待たせしました。では新曲のお話に参りたいと思います。はい、作っていただいたんですね、ありがとうございます。すごいですね。8月の26日に5枚目のシングルを発売させていただくことになりまして、はい、予約キャンペーン、今日が初めてなんです。町田のスタッキさん、本当にありがとうございます。そして明治さんも、なんと千秋楽の日もこちらの鈴木亜希さんで、はい、キャンペーンをさせていただけるということで、初日鈴木亜希さん、千秋楽鈴木亜希さん、鈴木亜希さんに始まって終わるのがね、はい、もうロマンスカーを予約しとこうかぐらいな感じなんですけども、ね、駆けつけてくださったお客様、そしてこちらに足を運んでいただいて本当にありがとうございます。